今日のスタジアムはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。イタリアからお送りするセリアの一戦、ボローニャがローマと戦います。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。福西さん、ジェコの特徴を教えてください。決定力があります。どんな状況でもらってもしっかり決めますね。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な4-5-1ですね。ボールダッシュが鍵になります。こちらがローマの先発メンバーです。同じく攻撃的な4-5-1を採用しました。さあキックオフ。アンドレア・ポーリー、アタッキングサードに入ってきた。これは見事に奪いました。ジェコ、相手ボールになりました。ここから狙うのか。抜群の飛び出しを見せました。素晴らしいセーブを見せています。迷いがありませんでしたよ。これは大事なプレーになりますね。いいところを見ていました。ボールを持って上がります。アンドレア・ポーリー、相手に渡したかのようなパス、これはいけません。レフェリーはローマにアドバンテージを見ています。キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを確保。ペレグリーニ、ジェコ。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。ここはトラップせずにダイレクトで打ちました。ディフェンスにリアクションをさせる隙を与えない見事なゴールでした。別のアングルからご覧ください。さあキックオフ。試合はローマがリードしています。ボールを奪われました。ファビアン・オレジアーナ、アレクサンダル・コラロフ、ジャスティン・クライファート。ここはよくスペースが見えていました。ここはシュートチャンス。ここはしのぎました。危険ではありましたが守備が上回りました。いい位置です。中央にクロス。ボレーシュートを狙いましたが
枠を大きく外れました。いいタイミングに見えましたが、ゴールへ飛ばさないと意味がありません。ギャリー・メデル、パラシオ、エディン・ジェコ、いい形でゴール前まで持ってきました。いいボールでしたが、ここはクリア。ファビアン・オレジアン、ロドリゴ・パラシオ、ボールを奪った。プレスが効いています。ジェコ、ボールをダッシュ、寄せが早い。カウンターのチャンスが巡ってきた。カウンターを仕掛けましたがうまくいきません。パラシオ、クロスを入れたい。キーパーに近すぎたようです。ナサニエル・クライン、キープに苦しんだのか、見事な視野です。ロベルト・ソリアーノ、ここでゴールです。同点になり、試合は振り出しに戻りました。試合はさらに盛り上がりを増しています。実力白昼ですね。ボールは美しい放物線を描いてゴールへと吸い込まれました。難しいプレーを簡単そうに決めてきますね。素晴らしい状況判断です。これは痛い同点ゴールです。監督の表情からも伺えますね。ロレンツォ・ペレグリーニ、コラロフ、ジャスティン・クライファート、ドリブルでボールを持ち出しています。クロスを上げたい。これはディフェンダーを越えません。ボールは相手に渡りました。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールを奪い返しました。オレジアン、クロスはディフェンスが阻止。ジャスティン・クライファート、ロレンツォ・ペレグリーニ、いいところを見ていました。エディン・ジェコ、これはオフサイド、この判定は大きい。アンドレア・ポーリー、ロベルト・ソリアーノ、ギャリー・メデル、ソリアーノ、ここはクリアします。ファビアン・オレジアーノ、鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。このシュートで勝ち越せるか。まだボールは生きています。スコアは1対1。ここでハーフタイムを迎えます。スコアは同点のまま後半の開始です。均衡を破るのはどちらのチームでしょうか。笛は鳴らない。アドバンテージを取りました。ロドリゴ・パラシオ、何をしてくるのか。これは怖いスライディング。ドリブルが止まりません。
ドリブルで敵陣へ持ち込む。中へ切り込んだ。落ち着いています。タックルでコーナーに逃れました。さあ折り返せるか。クリアしきれません。強いシュートがいきません。キーパーが簡単に処理します。さて福西さん、ジェコですが前半もご覧になっての分析をお願いします。1点挙げたシーンは見事でしたね。かなり乗っているので後半は勝ち越しゴールもあるんじゃないでしょうか。抜けた。止めた。今のは入って当然のシュートでしたよ。素晴らしい反射神経ですね。さあボールをキーパーがコーナーをパンチング。うまく読んだインターセプト。ここでセリエA次節の情報をご覧ください。ホームチームの次の組み合わせです。おっと裏へ出した。あ、危ないですよ。入れば1点リード。すごいセーブだ。ではここで群雄割拠のセリエAを戦うアウェーチームの次節の組み合わせをご覧ください。いいクロスが中に入った。キーパーがクロスをパンチング。ロドリゴ・パラシオ。ロベルト・ソリアーヌ。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。警告が出されます。ローマの選手にイエローカードです。今のはイエローでも仕方がないでしょうね。監督はイエローカードを受けたことが悔しいようですが、あまり引きずらないことが大事です。いいボールを入れてきましたがここはクリア。ローマサイドをつけそうです。少し早計でした。攻撃は阻止され相手にボールを奪われています。ロベルト・ソリアーノ。エディン・ジェコ。中央にクロスが入る。ここはクリアされました。思いっきりよく放ったシュートはクロスバーを直撃。ミドルレンジから狙いましたが少し高かったようですね。ここでジェコが下がります。枠に当たったシュートは運がありませんでした。とはいえ1点上げ、いい働きをしてくれました。フェデリコ・サンタンデール。ギャリー・メデル。ニコラス・ドミンゲス。ボールは外に出ました。スローインです。このスローインは失敗。そのまま相手に渡してしまいました。ボールを逆サイドへ。ファビアン・オレジアン。ユスフ・ポールセン。最後の手段か。滑った。思い通りにパスを通してきます。ニコラス・ドミンゲス。ファビアン・オレジアン。ガリー・メデル。ニコラ・サンソーネ。何を狙うのか。ボールは相手に渡りました。ここでカット。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。カウンターも狙えます。カウンターのチャンスが続く。来たか。これはポストだ。レフェリーはアドバンテージを見ています。レフェリーがフリーキックを指示しています。ミッチェル・ダイクス。また通ります。
ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、ユスフ・ポールセン、ここはキーパーが素早い前進、ボールを拾っています。パンチングで弾く、入れば1点リード。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。ユスフ・ポールセン、ニコラス・ドミンゲス、相手ボールになりました。判定はフリーキックです。イブラヒマ・エンバイ、ギャリー・メデル、チャンスにできるか。ロレンツォ・ペレグリーニ、ローマ、サイドをつけそうです。ローマはどう出るのか。勝利のロマンとドローの現実、どちらを選択するのでしょうか。フリーキックから試合が再開します。ここでレフェリー注意を与えます。試合が荒れないよう審判にはしっかりとしてほしいですね。ベレトゥ、サイドから中央を見る、ボールを発揮、最高のボールが出た。キーパー勝ち越しゴールを阻止、よく止めました。終了のホイッスルが鳴りました。ドローで試合が終了します。さて福西さん、試合の方はいかがでしたでしょうか。引き分けという形で終了しました。はい、引き分けで終わったのが惜しい試合でした。両チームともあと少しでしたね。いいゲームでした。